何よ。相手は誰なの？兄弟だって。兄弟だっていいじゃない。三木村ですが、京介君か。こんにちは、お久しぶり。あれ、一人？へえ、珍しいね。君ら、いつも一緒にいる印象があったから。それもそうか。お邪魔するよ。あ、芝ですが、今いいか。じゃあ、そうだな、駅前にでも来てくれ。あれ、そうなの？マージのことでちょっと用があるんだけど、ダメか？そっか、じゃあしょうがねえな。ああ、了解。それじゃあまたな。ああ、どうした？はあ？
おい、女見なかったか、女。お兄ちゃん、締め出さないでよ。私、出るとき鍵持っていかなかったの。待ってる。お帰りなさい。デートよ。お兄ちゃんには関係ないでしょ。とにかく早く開けて、凍えちゃう。お茶飲むけど、お兄ちゃんは？何？別に、木下くんと変なところなんて行ってないわよ。あ、そう。そうね。お兄ちゃんには関係ないものね。あれ？やっぱり気になる？言いたくない。嘘は言いたくないけど、正直に打ち明ける気にもなれないから。だから言わない。心配？本当に？嬉しい。気にかけてもらえて本当に嬉しいの。だってもう見捨てられたかと思ったから。こんな関係終わらせなくちゃいけない。そう言ったのお兄ちゃんよ。そう。
じゃあ例えばこういうことも？お兄ちゃんに思ってもらえるなら私はどんなことでも嬉しいの。どんどんエスカレートさせましょうか。お兄ちゃんの心配を。終点に行ったらどうなるのかな。私が目の前で死んだらお兄ちゃんどうする？冗談よ、決まってるじゃない。私の方こそごめんなさい。悪ふざけも度が過ぎるとつまらないかな。片付けるわね。それじゃあおやすみなさい。あ、島ですけど、悪いな、こんな時間に。まあ、こんくらいの方が二度手間にならないと思ったんだけど。売人がいるのはこの時間なんだ。マージのことだけど、半分は本物だった。ということで、どうする？お前も買うか？付き合ってやるぜ。了解。そうか。わかった。あ、どうかした？それが目印だから、まあ、行けばわかるよ。それじゃあ。
うろちょろしないの。大丈夫だから。なくない？